どうもみなさんこんにちは。ミステリー作家の七吉です。はい。今日もね、新作映画を見てきたので、レビューしたいと思います。ということで、今回はかなりタイムリーな題材を扱った映画となっております。 皆さんもご存知の通り、オリンピック開会式の演出を担当していたお笑いコンビのラーメンズの偏れ、小山田圭吾さんが、20年以上前に、じゃなくて、小山田圭吾さんじゃない、ごめんなさい、小林健太郎さんという方ですね、この方が20年以上前にユダヤ人大虐殺、いわゆるホロコーストを茶化かすネタでコントをしていたということが発覚、炎上して、えー、その、ね、演出の担当を解任されてしまうという、 大騒動が起こったばかりですいろいろ吸ったもんだがあったオリンピックの開会式が昨夜行われましたよね。 えー、こんなねもう状況の割にいや素晴らしいクオリティだったんじゃないかなと思いますといっても僕テレビを持っていないのでちゃんとは見ていないんですが YouTube でハイライトを2分くらい見ただけなんですけどいやそれでもねすごいなと思いましたよこのクオリティだとオリンピック応援しようぜと手のひらを返す人が出てくるんじゃないですかねそれはともかく小林さんの今回の件なんですけどさすがにホロコース トネタははアウトですよ、まあ、これはしょうがない何だって被害の当事者であるサイモン・ビーゼンタールセンターが声明出しちゃったからねもうこれ当事者ですからさすがにこれはね反論なんてできないですよ、えー、以前文芸春秋社が「マルコ・ポーロ」っていう雑誌を出していたんですけどそこにナチスのガス室なんてなかったなんてヘイク記事を載せた際にその雑誌は秒で廃刊に追い込まれましたからね 日本に置き換えれば、まあ、例えば広島の原爆を茶化したコントを外国人がやったとして被爆者の会みたいな団体が抗議の声明を出せば一発ですよつまりタブーに手を出しちゃったわけなんですよね。 まあこのことで小林さんの人格を否定されるものではないんじゃないかななんて思うわけなんですよ、えー、今回の件は人,口人権意識が高いとか低いうんうんというよりも単に知識がなかっただけなんじゃないかなと思うんですよねもちろん彼らを擁護するつもりなんて1ミリもないんですけど、まあ、日本国内で叩いてる人たちまあ含めまあ皆さんもそうかもしれないんですけど、まあ、皆さん えー、ユダヤ人のことなんて知ってますちゃんと詳しく知ってますかねユダヤ人が一体どういう人たちでそもそも何でユダヤ人が迫害されているのかちゃんと説明できる人ってどれだけいるんですかねラーメンズのコントは NG なのにシェイクスピアの作品いいんですか えー、シェイクスピアの作品に、シェイクスピアの作品に、ベニスの商人というのがありますよね。えー、シャイロックという金貸しのユダヤ人が出てくるけど、別に彼、そんな悪いことしてないのに、最後は破滅に追い込まれちゃうじゃないですか。あれ、明らかにユダヤ人だからって、まあ、いわゆる差別小説だと思うんですけど、まあ、今でもシェイクスピアの作品ということで、名作扱いですよね。 まあ、向こうね、あの、シェイクスピアのベニスの商人が OK で、ラーメンズのコントがダメなんだっていう、えー、合理的な説明ちゃんとできる人いますかねいや、僕も全然できません。つまり、ホロコーストに対する知識なんて、僕たち多くは持ち合わせてないんですよ。まあ、僕はそうですね。まあ、皆さん知らないけど。 えちゃんとした知識があった上で叩くのと世間の雰囲気に乗せられたとかあと感覚とか感情で叩くのでは次元が全く違うと思いますもし世間の流れとか雰囲気とか感覚とか感情で叩いているのだとしたらそれはとても危険なことで下手をすれば権力者たちによってコントロールされかねないわけですよただそういったことを差し引いても今回はやっぱりダメなんですよね ホロコーストとかナチスとかヒトラーってそういうもんなんですよ。彼らは、奴らは絶対役じゃないといけないわけ。えー、今後歴史的出来事を評価する際に、いろいろありましたよね。民族浄化とかさ、ジェノサイドとかいろいろあるじゃないですか。あれらを歴史的評価す、歴史的な出来事として評価する際に、ホロコーストっていうのは、まあ大きな指標というか基準になるわけですよ。 これが狂ってしまうと歴史的評価そのものに信憑性がなくなってしまうので困ることになりますし、まあ、そもそもホロコーストってめちゃくちゃわかりやすいじゃないですかえつまりナチスとかヒトラーは絶対役の象徴でありそれに疑義を唱えるということはたとえそこに合理性があってもきっとダメなんじゃないかなと思います 僕もナチスが出てくる映画が結構大好物でよく見るんだけどもう今までねずーっとナチスとかヒトラーって悪人として描かれてきたんですよもう長い間、まあ、特にヒトラーっていう人ヒトラーという人物を人間として描くことは許されていなかったんですよね、まあ、ヒトラーだって人間だから善良な部分ってそれはあるに決まってるじゃないですかでもその善良な部分をわずかにでも描くことが許されていなかったんですよ まあだけど戦争が終わってさすがに80年ぐらいが経って、やっとヒトラーを人間として描く映画がちらほらと出てきました。まあ、一番有名なのはブルーノ・ガンツがヒトラーを演じたヒトラー最後の12日間ですね。 この映画ではヒトラーの苦悩や孤独さらには優しい一面なんかが描かれていましたそれより前だとね2002年製作のジョン・キューザックが主演されていたアドルフの画商という映画がありましたアドルフの画商こちらは若き日のヒトラーを描いていましたね政治家になる前彼は画家を目指していたんですけどもその世界では認められずやがては政治活動にのめり込んでいくって、まあ、そんな内容だったんですよ ヒトラーの画家としての才能を見抜いた画商をジョン・キューザックが演じていました、まあ、昔だったらこんな映画を描くっていうのはもう絶対に許されなかったんですけど、まあ、実際にこの映画の上映、まあ、このアドルフの画商なんですけど上映された際にヒトラーを人間的に描くことが許せないという批判が結構上がったんですよねまあ考えてみればね人間を人間として描くことが許せられない まあそういった同調圧力が働く世界ってそれはそれで異常ですよね、まあ、世の中がそれだけヒステリー状態に陥っていたんじゃないかと思うんですよ、まあ、そのくらいヒトラーという人物はナチス、まあ、ナチスはですねとんでもないことをしでかしたわけです まあヒトラー以上に人を殺した人っているんですよ。指導者っているんですよ。まあ例えばスターリンとか、毛沢東とか、もうヒトラーのね、10倍、20倍、下手すりゃ100倍ぐらいの国民をね、殺してるわけなんですけど、まあそれについてはね、ちょっと今回置いときますね。今、日本も世界もコロナ禍でちょっとしたヒステリー状態に陥ってると思うんですよ。 普段あんまり怒らない穏やかな人までが激おこぷんぷん丸じゃないですか、些細なことが今許せない、そんな状況なんですよ。 むしろそういう状況の方が権力者たちにとっては都合がいいかもしれないななんてちょっと思いましたよだってヒステリー状態になると必ず頭のおかしい連中が湧いてきて頭のおかしいことをわめき散らすじゃないですかそういう人たちの主張ってツッコミどころ満載だから権力者の皆さんもそちらに世間の注目を集めさせて本質から目をそらすことができそうじゃないですか もしかしたら日本の犠牲者たちってわざと今みたいなね、ヒステリー状況を誘発しているのかもしれませんってんなこと言い出すと、これはもはやね、陰謀論ですよね。<laughs> でってなんかさ、ひろゆきみたいなトークになっちゃって嫌ですね。いや、本当にね、我ながら今ね、 ちょっっとと薄っぺらいいトークしてるなと思いますよえひろゆきさんはこんなトークで再生数稼いで高い収益上げてんでしょいやめちゃくちゃ羨ましいですよと、まあ、話が大きくそれてしまいましたけど今回の復讐者たちはホロコーストが大きな題材となっていますどんな映画なのかざっくりと簡単にストーリーを紹介しましょう 舞台は1945年敗戦直後のドイツですえ主人公はマックスという男性なんですけども彼はホロコーストを生き延びたユダヤ人なんだけど収容所で離れ離れになった奥さんと幼い子供がナチスに殺されていたことを知って大きなショックを受けるんですねえ自分自身で穴を掘らされてその中に生命にされたって言います え次の日もその土は動いてたいう動い,てたっていうぐらいだから、まあ、苦しんで死んだわけですよね怒りで心を支配されたマックスはナチスの残党を処刑して回っているユダヤ旅団という組織に入るんですよ彼らは情報を集めてホロコーストに加担していたナチス党員を見つけ出しては処刑していきますだけど彼らには彼らなりの仁義がありました あくまでも処刑するのは加担した本人だけで民間人は傷つけないそんなある日マックスはナカムという組織を知ります彼らはユダヤ旅団とは違って民間人だろうが容赦がないもう過激な集団なんですね彼らの動きを懸念したユダヤ旅団はマックスをナカムにスパイとして送り込みますしかしマックスはナカムの考えに傾倒していくんですよ それれくらいい家族を殺さたた恨みは深かったというわけなんですね自分,と自分と同じ思いを自分の家族と自分の家族が味わった同じ報いをドイツ人にも味わわせてやりたいとマックスはナカムの一員としてむしろ過激になっていくんですよねそしてマックスはナカムの連中が企てているプラン A という計画を示します それはドイツ600万人の命を狙った恐るべし復讐計画でしたみたいなねそんなお話になっております。はいというわけで今回ね前置きが長くなってしまいましたけどもうちょっとね詳しくレビューしていくんですけどその前に映画の評価額をつけたいと思います大人の映画鑑賞料金1800円に対してこの映画いいならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画復讐者たち評価額はつまり 1200円良作ですはいこのねあの組織の名前で n a という、まあ、過激派の組織の名前が出てくるんですけどこの n a っていうのはヘブライ語で復讐という意味があるそうなんですよ。皆さんはもし愛する家族を殺,殺されたらどうしますこの映画はそんなテーマを投げかけてきます。 カムのメンバーに娘を殺された女性がいるんですけど彼女のセリフがとても印象的なんですよ目にアメを600万人には600万人にユダヤ人600万人が虐殺されたんだからドイツ人もそうしてやるべきだっていうわけなんですよ でもさその600万人のドイツ人の中には全く無実というか関係無関係の人だってたくさんいるじゃないですかみんながみんなユダヤ人を迫害していたわけじゃないですよ例えば幼い子供とかは関係ないじゃないだけどそんなことは関係ないそれがナカムという組織の理念なんですよねそして物語に出てくるプラン A これは実はこの映画の現代になっているわけですよタイトルになっているわけです 実に非人道的で恐ろしい計画なんですよ、これね。まあネタバレになっちゃうんで、ここではまあ伏せておきますけど、一応史実らしいです。ただ、この計画は最終的には実行されませんでした。そのことを踏まえて鑑賞することになるわけなんだけど、600万人を殺すという思考回路、皆さん理解できますかね例えば自分の子供がいじめで自殺をしてしまったとしますよね。 まあ、いじめっ子はもちろん、その両親、そして担任教師、さらには見て見ぬふりをしたクラスメート、さらには、こんな社会、社会全体、それらすべてに復讐なんて、もう、キリがないですよね。ましてや、彼らのやろうとしていることは、ミイラ取りがミイラになるに等しい行為だと思うわけなんですよ。まあ、結局はナチスと変わらない。まあ、気持ちはわかるんだけど、さすがにそんな報復はありえないし、認めるわけにはいけません。 だから主人公を含めて中ムの連中には僕たちは一切一ミリも感情移入ができないという、まあそういう観客もね、多いと思います。ましてやその後彼らはイスラエルをす、ね、建国するわけなんですけども、みんな、皆さんご存知ですよね。そこにもともと住んでいたパレスチナの人たちを迫害して追い出しているわけで、やっていることはね、お前らナチスとそんなに変わんないじゃないかってね、まあ言いたいわけですよ。 まあそういう歴史を知っている僕たちからすればまるで彼らの信念や行動に説得力なんて1ミリもありません本作は珍しくナチスの蛮行が映像として描かれていないんですよ戦後の出来事なので、まあ、そうなるんでしょうけど、まあ、例えば回想シーンなんかでそういったナチスの蛮行シーン再現できたと思うんですけどあえてこの映画ではそれをしてないんですよね むしろ彼らに復讐する人間に徹底的に視点が割り当てられています。歪んでいようが曲がっていようが復讐心に突き動かされる人たちの熱血サスペンスなんですよ。ただやろうとしていることのなんて言うんだろうこの合理性に無理がありすぎるので受け入れることはちょっとできません。 まあ気持ちはわからないでもないんですが、さすがにそういう状況に追い込まれても、いや、僕はそこまでやらないし、できないよって話なんですよ。そもそも実際に実行した計画じゃないので、このお話がどこまで史実で、どこからが脚色なのか、判別がつかないあたりも、個人的にはちょっといかがなものかなと思いました。ねえ、だってこんなの、いくらでも何とでも言えるじゃないですか。本作はこの手の映画にありがちな、 えー、このバレそう計画がバレそうになるギリギリの緊迫感っていうよりは彼らがこの計画を本当に最終的に実行するのかしないのかにそこにあると思うんで実行されないことが最初から分かっている時点であんまり盛り上がらないんですよね。 映像も迫力そして深みもあるし役者さんたちの演技もとてもいいしシナリオも優れているなと思ったんですけど特にドラマ性において凡庸の息を突き抜けることができなかったのが、えー、個人的にはちょっと残念かなと思いましたまあ夏になるとねこの手の戦争映画が結構かかるようになるんですけど、まあ、年に一度ぐらいは こういった、まあ、戦争のことについて考えてみるのもいいんじゃないでしょうかということで以上ミステリー作家のでしたそれでした。